どうもタムヤンです。キャプテン翼、さあ西ドイツいつになったら倒せるのか。本日のスターティングメンバーはこちら。もうねレベルも上がってきたことだし、オーソドックススタイルでとどめを刺したいと思います。美咲くんを中盤に入れて、フォーバックはね、左に地頭、右に相田、センターバックは石崎、そしてね後半にあの三杉をね石崎くんのところに入れてね、守備力アップしたいと思います。ゴールキーパーはもちろんここまで来たら沸かします。いきましょう。レベルも、お見せしておきましょう。翼くんレベル19、そしてヒューガくんもレベル19、そして沸かしまずレベル19、パンチ力81まで来ました。若林はね常に若島津のレベル一つ下みたいですね。パンチ力174、いきましょうか。日本対戻し作業ね、ウルグアイに4対0、フランスに5対0、2試合連続無失点の若島津くん、やってくれるでしょう。さあもう4試合目か5試合目だよね。日向君、基本ネオタイガーは効かないということを想定して、空中戦でミューラーをね倒れさせてからのとどめを刺すみたいなね。それでいこう。あとまあコメントで皆さん教えてくれたね、ドライブタイガー打ちたいのは山々だけど出現条件が非常に難しい。5分間だけね、必殺シュートを地上で3本打って、で止められた後5分以内に翼くんにドリブルさせるっていう条件があるんで結構厳しいよね。マサオニ、そしてねこのパワーアップしたスカイラブツインシュート、これでミューラをパンチングさせたい。いけ、オープニングショットはよし、パンチングさせたぞ。さあこぼれ球だ、いけ、ダメだ、強敵マーガスがこぼれ球。まだ西ドイツにはかなわないのか、不安なオープニング。うわ独走じゃん。そして松山タックルだ、うわーシュート取ってきた、勢い弱まるか、よしもうパンチングする、よし、マーガスのシュート止めたぞ。エリア外だからね。よし、カズフォロー、いいぞ。このこぼれ球を何本取れるかでね、このゲーム勝敗が決まるからね。マサオ、通るだろこれ。通らないか？あ、通らない、カルツだった、あの一人。くー、仕事しカルツ。どうしよう、タックルして数をマークしてる。うわー、かわされたー。仕事しカルスパスしてきたシュナイダーがー、もう三角飛びだな、これは。うわー、三角飛びでもキャッチできない、シュナイダーのオーバーヘッド完全に押され、うわー、エリア内倒れてる、あ、倒れてない、パンチングだ。じゃあよし、6番のエリア内のシュートパンチング、いやー若島、うわー、またマーガス、もうおさ、うわー、エリア内でのマーガスのシュート、どうする、皆さんならどうする、三角飛び、これは一点勝負だから三角飛びだ。そしてキャッチで、さあ攻撃に転じよう。もうこれ若島津また後半持たないね、このままだと。カズオじゃなくてね、ニッタ君だね。よし、ニッタ君フリー。よし、ドリブルで稼いでくれ、ニッタ君。いけいけいけ。そして、翼君にパスしたい。そして、美咲君と日向君、ボール触ってない。あー、美咲君、だいぶ後ろだな。パス出せるとこに誰もいない。
新田君左にドリブルしてみようか。あーっと4番来た。これドリブルで抜けないと思うんですよね。西ドイツは甘くないよね。一人、あー翼くんも今回はカウンターできてないね誰も。いやー日向くん、あーこれ取られるなー手前のやつに。うそー誰もいねー。もうドリブルだ。よし新田くん成長したねー。あ、敵の2番。これ絶対強いよ。敵の2番。一回取られたことあるからね。休暇君にセンタリングだ。嘘、隙をついてもカットされる。めちゃくちゃ強いんだよ、この右サイドバック。2番。七子の2番。絶対名前あるよね。いやー、日向君と美咲君が全くボール触ってない。攻められっぱなしの前半。ああ、シュナイダー、オーバーヘッド。おお、パス。石崎、ボール触ったけど。どうせならカットしてくれ。そろそろ勝ちたいんだ。4試合目だよね、多分これ。もう勝ちたいんです。戻し作業は嫌なんです。三角飛び。よし、キャッチした。もう、三角飛びできません。あと1回しか。前半うわこんな深いところからパスされたらやばいよ。ほら壁がある。これ右が右が、あーっと捕まった。これパスを通したい翼くんに。隙をついてパスだよ。いけるでしょ、いけるでしょ。うっそー全然中盤につながらない。もう第一線から進歩してない。あー三角飛び。よし若島津もうガッツ10しかない。これ遠くにボール投げようぜ。ほらーダメ。あ美咲くん来た。ちょっともうダメだね。日向くんにパスして。嘘カットされる。もう時間ないからネオタイガー一発打ってみよう。ダメ元で、ダメ元ネオタイガーショット、いけー。三浦を弾き飛ばせー。あやった。なんでー今ミューラーの壁かわしたじゃん。うっそー、ゴールポストに当たってパンクしたの。でも初めてのだねパンクしたの。今1点取れたんじゃないの。ヒューガ君ワンタッチでゴール決めたかと思ったんだけどな。悔しいな。松山くんに変えようかな。いや石崎だね。石崎に変えて美杉くん、パスカット力ナンバーワン。まあディフェンスタックルもナンバーワンですね。そしてもう若島津は限界です。若林行け、若林。なんて粘りだ。これが大和魂というやつなのか。当たり前だ、何試合戻す作業してると思ってるんだこっちは。シュナイダーめ、大体これ勝ったとしても1勝3敗とかだから。西ドイツの方が上なんだけどね。ほら来た、見てください皆さん、この見すぎのタックル力とパスカット力ですよ。ほら全然違うでしょ。見すぎ タックルでかわされたらもうパスカットにしよう。かわされるんかい。くっそー、マーガス見すぎより上、知られないな。じゃあ誰でも無理じゃん。もうくー、さあ敵の6番ボール取ってからのねキーパーのパスがね、翼くん美咲くんに出してほしいんだよね。キャッチだこれ。よし若林ナイス、6番のシュートキャッチ。あーこれ近くにパス出すでしょ。パスコースがない。こんな中央でパス出されたら絶対カットされるんだよな。あ、でもいける。ミサキ君に出せる。よーし、来た、コンビプレイ行くぞ。攻めるぞ、日本。1点取って勝つんだ。いいドリブルで、コンビプレイ。でも、ミサキ君のコンビプレイ、ちょっと弱いんだよね、翼君より。よし、突破した。これチャンス、この試合初のチャンス。
美杉くんは後ろ、新田くんか、スカイラブもう一回打ちたいよね。でこぼれ玉勝負ね。カズオ、あーまだいった、新田くんいいとこにいる。嘘、危ない、敵の2番の恐ろしさね。これもうでもあのドライブタイガー狙ってみるかね。え、はやぶさシュート、地上攻撃開始、一発目、よし、やった、キャッチじゃなくてパンチングですよ。どうだ、よし、これ地上攻撃にしよう。どうしよう、ドライブ、翼くんは残しといた方がいいのかな。いやでも翼にパスして、ドリブルして、あ、もう打てる。皆さんお待たせしました、前半の分もちゃんと貯金されてるんだ。ドライブタイガー、行くぞ、ヒューガ君、翼、これは、うわー、ドライブタイガーツインシュルダー、いけ、ゴールだー、めちゃくちゃ嬉しい、皆さん情報ありがとう、1点取れたぞ。いや、これで若島津がいればな、三角飛びのガッツ、あとはもう時間稼ぐだけですね。南米方式、翼くん、サンパウロにね、行ってたからね。あ、まだ行ってないのか、これワンだから。南米仕込みまだか。いやいや、シュナイダーのファイヤーショット、うわー、来たー、エリア内、おお、若林鋭いキャッチ、すごい、キャッチするつもりで、でも若林なんかレベルが上がってる。え、私キャッチしたの間違ったのか。パンチング選んだつもりだったんだけどな、今は。これカットされそうだね。ここですよ、ウィークポイント、ここ間、これ通るかな、取ってくれ、うそー、これですよ、このドイツの恐ろしさ。今のドリブルしとくべきだったね、この選択ミスが。若林パンチングだよね、いけ、うそー、ゴールポストに助けられた、あー、すげえ、運にも。でもね、あ、ね、前半のね、あのヒューガ君のシュートもあったしね。これは美咲君にパスしたい、美杉君でもいいけど美咲君の方がいいな。あー、微妙な位置にいるな、どうしよう、これカットされたら地獄ですよ。ドリブルしようか、もうちょっと。どんだけテンポの遅いスポーツゲームなんだ。そんなことはね、言ってられないんですよ。シミュレーションスポーツゲームですからね、このゲーム。嘘、アップんだ、あの距離で。ここは翼くんに回したいんだよな、翼くん。あ、敵の2番来ましたよ、守備力最強の2番、かわしたか。よし、こうなったらもう1点取りたいなっていうのが日本人の考え方なんだよね。日本人はそう考えてしまうんですよ、最後までベストを尽くすみたいなね。だからもう1点差を守りきるのが苦手なんだよね、日本人。行くぞ、南米のサッカー、大人のサッカーを見せてやる。コーナーフラッグへ行くんだ、美咲くん。そしてカルス・シェスターまで来た。これ隙をついてセンターリングか、いけ、あー、こぼれ球、これ取る、よっしゃ、新田くんナイスフォロー、これセンターリングいけるか。日向くん、翼くん、翼くんにセンターリング、あ、パス、トラップしてドライブタイガー打てるのか、打てない。ドリブルだ、ドリブルで、よーし、ロスタイムなし、日本優勝だ。優勝だ、世界一だ、俺たちの夢が叶ったんだ、美咲くんやったぞ、翼くん。第1回大会は日本が強豪西ドイツを破り世界を制覇しました。
みんなよく戦ったぞ、ナイスゲームだ、何倍仕込みだ。翼くん、さなえちゃんマネージャーなのに翼くんのことしか言わないんだよね。おめでとう、じゅん。さすが翼先輩。みさきくん、おめでとう。翼、優勝おめでとう。君たちがナンバーワンだ。シュナイダー、次はワールドカップで会おう。もう中学生なのにもうワールドカップの話してますからね。オリンピックじゃなくて、両キャプテンががっちり握手です。全日本ジュニアユース、久々に俺を熱くしてくれたチームだ。やったぞー。今全日本がジュニアユースクラスのサッカー世界一に輝いたのです。すごさ、今日から新しいサッカー神話が生まれるんだ。それではここパルクデプランススタジアムよりお別れします。皆さんごきげんよう。みんなご苦労だった。さあ日本へ帰る支度だ。はい。ん、 おい翼、あれは、え、ロベルト。翼、よくやったな、おめでとう。ロベルト、本当にロベルトだね。翼、俺と一緒に世界を目指そう。ロベルト、本当だね。今度こそ本当にブラジルに一緒に行くんだね。来るか翼。行くよロベルト。翼、翼くん、や、翼やったな。みんなありがとう。今度はみんなでワールドカップ優勝だ。おう。やはりドライブタイガーでしかゴールを破れないんでしょうか。いや最後に打ててよかったね、ドライブタイガー。ご視聴ありがとうございました。なんとか勝てました。あ、若林最後抜かれたけどゴールポストに助けられるという、いや劇的でしたね。お、西ドイツジュニアユース、フルネームでカール・ハインツ・シュナイダー、フランツ・シェスター、マンフレート・マーガス、ヘルマン・カルツ、デューター・ムーラー、フランス・エルシド・ピエール・ルイ・ナポレオン、アルゼンチン・ファン・ディアス、アラン・パスカル、イタリア・ジノ・ヘルナンデス、ウルグアイ・ラモン・ビクトリーノ、高橋陽一先生の原作でした。キャプテン翼続編のね、キャプテン翼2も実況を始めるちょうど頃プレイしまして、途中からね実況になってるんですよね。でキャプテン翼3は最初から実況で、クリアしてますので、よかったらまだ見てない方そちらも見ていただければと思います。またいつの日かね、キャプテン翼2最初からプレイするかもしれません。それではまた次のレトロサッカーゲームでお会いしましょう。さよなら。